どうもお疲れ様です。ポイントサイトポイ活やってますか？モッピーでポイントサイトカチャカチャっとやってね、1000円2000円と稼げる時代になりました。今回私が紹介していたのは Unext の無料会員登録、31日の無料利用の登録をするとですね、最初からポイントが1800ポイント入ってるってあれですよ。そして Unext からは1000ポイント入るってやつですね。こちらの方実際にやってみると、あれこんなはずじゃなかったのにってことがね起きるんですよ。これはねポイントサイトあるあるなんですけども、書いていた利用条件と実際に進めてみると分かったことっていうのが違うことって結構あるんですよね。まあですんで、今回は Unext についてやってみたらこうだったよってものを解説入りでお話したいと思います。それでは画面を切り替えます。動画見放題の Unext ですけども、ちょっと注意点がありますね。契約するときに動画だけではなくて音楽のチャンネルも同時に契約しないといけないみたいなんですよ。だから合計ね2728円の契約になりますんで、1ヶ月以内にこれを絶対に解約手続きをしなければなりません。でなければ8月25日ですね、私の場合は。1ヶ月以内に解約しなければ毎月2728円がかかってきますんで、もう絶対にね解約することを忘れないようにカレンダーに書いておきましょう。以上です。はい、ということで7月26日 Unext を契約しました。8月25日までに解約しなければなりません。はい、以上ですね。はい、ですんでね、 Unext でもらえるポイントが1000ポイント、例えばミスターコトーっていうのを見ると399ポイント消費しちゃうんで、だからね映画を2本ぐらい見るともうポイントがなくなって有料の動画っていうのを見れなくなっちゃうんですよね。まあでも大半が無料なんで、その無料の範囲で楽しんでいただければいいんですけども、新作とかは有料になる場合が多いですから、じっくりと待つか、それともポイントをプラスアルファで購入して契約するって形になりますかね。まあどちらにしても Unext との契約とともに音楽配信の契約もしなければならないってことなんで、31日以内にこのサービスはいらないかなと思ったら両方2つを解約することになりますんで、お気をつけください。それでは今回は以上です。